ちゃんです。どうも。どうも。斉藤明宏ことキムちゃんですね。前はキムちゃん TV でやってますが、今は斉藤明宏。だぜ、よー、チェックアラッチョファイク。じゃあ、よろしく。今日の商品レビューは、妖精って、なんて感じだろうっていうね、この人のね、本の説明をしようと思います。このね、妖精についてしっかり勉強できる本があるんだけどね、これ。福祉とかね、ね。いろいろ書いてあるんで、福祉は行政の権限だ。これを勉強すれば、だいたい行政について何なのかってことがわかるね。この行政の勉強できるから。ね、俺は全然ね、勉強しないけどな。俺クラスになると、これ興味ないから授業中に落書きしちゃったわ、こんな。まあ、こういう幼稚園生描くような絵描いたり、もう、アホだからよ、ほんと。な、ちょっと話が退屈やったから。うん。ダメダメ人間だね。こうはなっちゃダメだよ、中学生のみんな。ちゃんと大学に行ったらしっかりこういう授業あるからね。ね、ゼミの先生の話をしっかり聞かなきゃダメだよ。俺みたいになっちゃダメだから、マジで。ね、チェケラって感じ。イエーって感じ。ファイト。